青い月。俺も自らの変化に驚いている。以前はこのようなことでつまずくことなどなかったはずなのに。いい変化なんじゃないか。鶴に八代っていう完璧さに頼らずにちゃんと役に向き合おうっていうさ。ところで悩みっていうのは？今度の役のことだ。実はマスカレイダーに出演することに決まったのだ。敵の幹部役でな。珍しいね、八代がああいう番組に出るだなんて。俺はこれまで何をやっても主役だったが、いろんなことをやってみたくなった。そのことを島崎舞子に相談してみたのだ。なるほど。しかし役作りをする上でわからないことがあってな。今度俺が挑戦する役、ドクトル・シュラウベはマスカレイダーを憎んでいる反面、戦士として尊敬の念を抱いているのだ。しかし復讐心のみで戦ってきた俺にとって、敵は全て憎むべき存在。どのようにすれば戦う相手に敬意を抱けるのかがわからない。もちろんいつものように台本通りに演じきることもできるだろう。だが今度はそれではダメなのだ。俺は敵役、主役を最大限に引き立たせるという使命がある。だから俺は戦いの中で生まれる敬意、それを学びたい。敬意を抱ける相手か。だがそんな相手、もうこの世には。イドラスフィアにお前の求める相手はいる。何だと？葵月、準備を整えておけ。ナバール、ここに一体何がいるというのだ。いいからついてこい。周囲に満ちるこの強力な気配、この持ち主が。気をつけて進もう。敵だ、一気に決めろ。敵の気配は消えたようだ。
あの人は。なんだあの存在は。パフォーマー、いや違う、魂そのものの形。トムさん、以前感じた気配はやはりお前の父親だったか。どうして社のお父さんがここに。社、5年前に拾ったのだ。さまよっていたこの哀れな鶴に地下を見る魂よな。お前は。我が名はロンク、剣を極めしミラージュ。奥底から湧き上がる圧倒的な力、さすがは期待の大天才剣地下鬼の魂だ。なんという剣気だ。すべて俺がいただいたぞ。貴様、震えているな。感じるぞ、お前の動揺、恐れ、怒りが。よし、感情を制御し支配してこそ真の表現者だ。お前は落第だ。さあ息子よ、お前も無念を抱いたまま俺の糧となる。立つんだ社。いつきの言う通りだ。お前がこいつを討ち父の無念を晴らせ。今こそお父さんを超えるんだ。だが今の俺で。今のお前だからできる。だから社。わかった、やってやるさ。力を貸せ青い月ナバール。あのミラージュを切る。カルネージホール。俺の剣技見せてやる。鶴に社、貴様のパフォーマーもいただく。あのパフォーマーの輝き、なんだろう、かけてみるか。かわせると思うな。狙い通りだ。この戦い絶対負けられないよ。しないといいな。かわせないよ。いいわね。さくら、はじめ。いけ。次は俺が頼んだ。もう一撃。行って。任せろ。次頼むぜ。グッ。守り。私だって。うわ。おっと。目障りだ。いつき、必ず奴らを止めるぞ。了解。切る。決まった。俺たちがやるんだ。承知。勝った。
ってくるぞと。勇ましく運命を超える。その技でいきましょう。クラム解き放つ。うん、セッション行きます。続いてください。畳みかけろ。グッ、いけるわね。次いただき、エリー。私も隙は作ったわ。続きます。やったー。肩慣らしは終わりだ。セッション、いける。ここは俺に任せてもらう。まさにあっちの絨毯爆撃だ。みんなついてきて。美月くん、決めちゃった。任せた。続くわ。今よ。ナイスコンビネーション。ジリアさん。はぁ、守り落ち着いていくのよ。やったー。翼合わせるぞ。うん、飛べ翼。いきまーす。もっと羽ばたけ私。さて、はじめにするエレオノーラ。続くわ。今よ。ナイスコンビネーション。信じてるぜ。グッ、守り落ち着いていくのよ。これで決まる。戦いの中で生まれる。俺の技、今の樹なら使いこなせる。この力受け取って翼。いいこし。もうよい、ロンクよ。ああ。父さん！あれ？チカオミさんは食われたって。全部芝居だ。せがれが思い悩んでいる。ナバールに協力してもらい、この場を仕組ませてもらった。一体どうしてここに？5年前、ここにいるロンクーが消えるしかなかった私の魂を救ってくれたのだ。残されたせがれが気がかりでな、未練たらしくこの世にとどまらせてもらった。もっとも、このイドラスフィアをこの世と呼ぶのが正しいのならな。だが、我が気がかりは杞憂に終わったようだ。ヤシロよ。はい。強くなったな。技術の方はまだまだだが、友を得て、表現者として、人間として、新たな境地に至ったか。父さん。イツキ君、そしてナバール。まだまだ未熟者だが、せがれをよろしく頼む。はい。
承知した。ロン君、我がミラージュ、本来は存在しなかった5年間、本当に感謝している。お前に惹かれた俺が好きでやっていたことだ。礼には及ばん。ヤシロ、すまんな。お前には父親らしいことを何も。いや、十分です、父さん。刃を交えるごとに、あなたの凄さを、そして思いを感じ取れた。おかげで、俺は新たな境地にたどり着けた。これが、戦いの中で生まれる敬意。父さん、ありがとうございました。せがれにつける最後の稽古が我が人生最後の舞台か。悪くない、実に悪くない人生だった。え、最後って。ではなく、ヤシロよ、稽古を怠るなよ。はい。戻るぞ。稽古の続きだ。パフォーマーが集まるミラクルステージ、ブルーム、新しいカルネ。それじゃあ、行くよ。レディアントユニティ。ナバール、ヤシロ、行くぞ、さらなる高みへ。ナバールよ、お前が一芝居打ってくれたおかげで、父への思いをようやく過去にすることができた。礼を言うぞ。ああ。それに、この俺を欺くとは、お前もなかなかの役者だな。先の凶暴のことか。当然だろう。
常に一番近くで一流の芸能に触れているのだ。そうか。貴様も変わったな。やはりフォルトナに来て正解だったようだ。己の身一つを信じて研鑽することも間違いではない。だが一人では至れない境地があるということもまた事実だ。そこに導いてくれる友との出会いは人生における最大の財産だろうな。ああ、ナバール、お前との出会いも俺にとっては最大の財産の一つだ。そうか。いいぞライガー、刃を通して貴様の思い、強さが伝わってくる。俺は今四天王としてではなく純粋な戦士としてお前との戦いに身を投じている。クソ、ドクトル・シュラーベ、貴様ほどの男がどうして。どうして、いや、どこで道をたがえたのだろうな。あるいは貴様と良き友になれたかもしれない。シュラーベ、だが過去を悔やんでもせんなきこと。今俺とお前は敵同士だ。さあ着をつけるぞ。おお、ヤシロ、お前やるじゃねえか。なかなかいい悪役っぷりだな。無論だ。俺を誰だと思っている？ほんと不思議だよな、ヤシロがこんな役をやってるなんて。おかしいか？いや、とてもいいよ。そうか。なんだなんだ、ヤシロ、お前ずいぶん丸くなったんじゃないの？最初は一人で突っ走るよくわからないやつみたいな感じだったのにさ。みんなのおかげじゃない？フォルトナに来てからヤシロもすごく変わった気がする。その通りだ。ここには個性的な人間が揃っている。それがいい影響を及ぼしたのだ。そういうお前が一番個性的だけどね。だが一番は葵月、お前のおかげだ。葵月、俺はお前から様々なことを学んだ。自分は決して完璧ではないこと、そして他者がいてこその自分だということ。俺は一人では変われなかった。お前がいてくれたからこそ俺は変わることができたんだ。いつき、お前に心よりの感謝を。買いかぶりすぎだよ、ヤシロにはもともと実力があったんだ。うん、それもそうか。うわ、すごい自信だな。当然だろ。なぜなら俺はフォルトナエンターテインメントの超一流アーティストで、期待の大俳優剣近臣の一人息子で、いつきの友人だからな。これからもよろしく頼む。お前の剣として、そして友として、共に戦っていくことを誓おう。